今日思った矢先にこれすぐそこに草原がありましたね。マジか。ここでいっか。ここなら平和だろうし。まあ、とりあえずここに着船して、あそこはどうなんだろう。平原バイオームなのかな？あるいは草原なのかな？どっちかわからないですけど、まあ、とりあえず、いや、ここに野営地を建てようじゃないか。さてと、まあ大体適当ですけど、こんな感じでいいでしょう。うん。めちゃくちゃ狭くなってしまいましたけれども、とりあえず野営地ということで、ここに置いておきましょう。で、あとは預けるものを預けちゃって、こうで、もういっかな？とりあえず必要最低限のものは持っていきたいので、多分古くなった骨は必要になってくる。他は大丈夫かな？うん。よし。じゃあ、そしたら、早速、大骨のいるところまで行きましょうかね。ただ、これね、一つ、ちょっと懸念点がありましてですね。一応私が今いるここが平原なんですけども、そしてこの黒い森と、あ、平原じゃないや、草原ですね。僕、毎回ね、草原のこと平原って言っちゃうんですけども、これまさか本当に平原バイオームっていう別のバイオームがあると思わなかったんですけど、まあ、それはいいとして、草原バイオームを駆け抜けたところに、黒い森がありまして、そしてその先に平原バイオームがありまして、でその先に行くとようやく沼に着くっていう感じですね。なんとね、これまさか4つのバイオームを駆け抜けなければいけないっていう、なんとも大変な作業ではございますけれども、まあとりあえずちょっと頑張っていきましょう。まあ黒い森に関しては特に言うことはないのであれですけど、途中でね、平原バイオームを駆け抜けるときにね、いろいろなものに出くわすかもしれないので、まさかの平原バイオームをプチ探索ですかね。していこうと思います。お？なんだ？なんか、死んだぞ。あー、そういうことか。敵対してるってことか。しかも、なんか、あのトロル、色が違くない？普段と。ん？あー、そういうことか。レアリティの高いトロルってことか。めっちゃ石投げてきてた。怖え。よし、オッケー。さあ、スタミナを回復して、さあ、どうだ？おっぷね、おっぷね。今、岩当たってたら確実に死んでたな。あ。おいおい、嘘だろ。こう黒い森で死ぬことになるとは。おっしゃ、戻ってきたぞと。相変わらず全裸で戻ってまいりましたけれども。装備して、装備して、食べ物食べて、あら、鈴鉱脈を手に入れてしまった。今ちょっとあんまり欲しくないんですけど、あれなんか食べて、あ、魚か。魚を食べてなかった。トロルが向こう行ったのがよく見えたから、お、なんだこいつら。トロル、おお、いた。しかもこれ気づいてない？あ、気づいてる。マジか。後ろから来るとは、あんな巨体で後ろから来るとは、いや、なかなかやりよるな、あいつ。ワッツ、ちょっと待って。何あれ？めっちゃでかいやついるぞ。え、怖い、帰ろう。うわー、めちゃくちゃ燃えてる。なんだ、あいつら。絶対トロルよりやばいやつでしょ。ちょっと、どうしよう。あいつらが喧嘩してる間に私は離れるか一回。インベントリが望まずして埋まってしまったので、ちょっとしまいに行きましょうか。一回あれですね、エイクスリの力を使って、すぐ駆け抜けますか。いや、怖え。平原なんてもう痛くないよ、こんなところ。最初はめちゃくちゃ平和そうなところだなって思ったらめちゃくちゃ殺伐としてんじゃん、ここ。うわっ！この野郎！あ、逃げた。こいつ強いな。ただ、こちらの攻撃は結構当たりますね。おら！よし。ちょっとこれ、盾持った方がいいな。ハエに刺されたら結構痛いってことを頭に入れておこう。
やばい。この平原、やばい。マジどうしようこれ。ちょっとまずいぞ。あまりにも敵が強すぎる。あ、よかった。帰ってくれた。いや、ここに来るまでに蜂に刺されたらどうしようかと思ったよ。蜂ってか、ハエってか、何かわからないですけど。さてと、ごめんなさい。ちょっと、一個すっごいことを忘れてましたね。これ、どうやって向こうまで行く？向こう渡っていきたいんですけどね。なんか、やべえ生き物がいたんで。でも、あいつらって多分、なんか、行商人がなんか飼ってた、やつと同じですよね。なんか、見た感じだと、そんな感じがするんだけど、このゲームってあれかな？なんか中立モブとかっていたりするのかな？どうなんだろう？あれ、中立だったら非常に歓迎なんですけどね。攻撃さえしなければ問題ないから。まあ、でもいっか、普通にこっちまで泳いでいくか。さて、到着いたしましたと。で、ポーション飲みますか。毒のポーション、体毒のポーションと、あと、スタミナ回復のポーションをね、ちょっと今回持ってきてみました。けど、あら？これ、あれか、2個同時には無理なのかな？もしかして。さて、アサギがあると。OK、アサギ拾って、どっち行こうかな？あそこにもアサギあるな。お。あの上になんか、あるな。あるけど、あれは無視してもいいかな。アサギはちょっとソーセージ作るのに必要なので、どんどん持って帰りましょう。あ、あそこに、くそ、霊楼があるぞ。くっそ、霊楼行きたいのは山々なんだけど、今行くと絶対まずいよな。さすがに今回はね、ここに来るまでの道が結構大変なので、慎重に行きたいんですよね。あ、あそこにレイスがいる。怖えな。後ろは、誰か来る様子なさそうだから大丈夫。さあ、体力もそろそろ回復してきましたし、そろそろ行きましょうか。地図によるとそろそろこの辺にあるっていう話なんですけれど、あるなあ。あそこになんかあるぞ。ちょっと一回こいつらを倒すか。さてと、ここで一体私は何をすればよろしいんですかな？ちょっと待ってよ。リーチがいるな。え？あ、これ、なるほど？このリーチが湧くところで戦えと。これ、なかなか、えげつないこと言ってますよ。あ、やっべ。毒のポーションも、あれだった。飲んでなかった。危ない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 。え、ここに何て書いてある？奴らの残骸を料理せよ。って書いてあるから、多分これ、大惚れを入れれば問題ないでしょ？やっやってみるか。と、待てよ。なんかリーチがいるな、あそこに。体力100回復したし、ちょっとやってみますか。アイテムを捧げる。オッケー。大骨をここにセットして。はい。何個減った？ 10 個。なるほどね。蜘蛛と捧げるにはこれ10個必要なのか。さて、始まりました。大骨との対決でございますけれども。なんだあいつ。うわ、すっげえ敵の数いるじゃん。なんだ、何をしてくるんだ。なるほど、これ雑魚敵を召喚するやつですか。やばいですねこれ。え、しかもダメージ全然入ってない。まずいぞこれ。うわ、こいつやっぱ毒の使い手か。いってー、一定し、ちょっと待って。ああ、水に浸かった。まずい、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 逃げる、逃げる、逃げる、逃げる。ただ、こいつあれだな。移動速度はそんなに速くないな。見た感じだと。あ、やっぱ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 。ちょっと、どうしよう。本当にどうしよう。思いのほか結構大変で、今、頭テンパってる、割と。弓がね、全然効かないんですよね。やってる感じ。本当に、スケルトンはなんでこんな時にもシャシャリ出てくるの？本当に。腹立つあいつ、本当に。うわ、大骨がなんか、そういうことやってんね。大骨っていうぐらいだから、こう、スケルトンのボスかと思ったけど、そんなことはなかったわ。
私今とんでもないことに気がつきましてですね、剣のゲージがそろそろなくなってきましたね。これ、いやもうこれ撤退した方が良さそうだな。多分。ちょっと本当にどうしよう。今のところね、なんか勝てるビジョンが全然見えないんですよね。敵もなんか雑魚敵も多いし。これ強いな。よし、わかった。撤退しましょう。もうここは苦渋の決断ですけど、ちょっとさすがにね、多分僕死ねますね、これ。ちょっとあまりにテンパりすぎてさ、もう滑舌がやばいんですけど、あ、滑舌はもともとやばいか。あいつ、HP めっちゃ回復してない？与えたダメージを、なんか、悪ともせずに回復してるんだけど、ちょ、一回帰りましょう、もうこれは。うん、どうしよう、やっぱ戦おうかなって思ったんですけど、無理です。帰ります。よかった。待ってろよ、あいつ。ここは有名なセリフを言いましょうか。覚えてろよ。これね、そうだ。せっかく、ここ、霊廊の鍵持ってるよね。あ、オッケーオッケーオッケー。霊廊の鍵持ってるんで、ちょっと鉄集めましょうか。何気にちょっと鉄欲しかったんで、これは助かります、すごく。よし、入ろう。お邪魔するぜ。さあ、というわけで、久々にやってきました。沈んだ墓地でございますけれども、右しかないのか。じゃあ右に結構いっぱい何かあるって感じかな、これは。ちょっと待ってよ。ポーション飲みましょう。こちらへ行くと、何がある？ちょっと待って。あれ？え、まさかまさか。いや、まさかまさか。塞がってるだけですよね。はぁ？え？これもしかして、本当にゴミ？ゴミマップ？ふざけんな。これは本当にゴミだな。いや、信じられねえ。マジで、何のためにあるんだっていうくらいだったな、本当に。あ、そっか。これ、バッテンって何の意味があるのかと思ったら、あれか、制覇済みってことを意味してんのか。だから、例えば、あー、なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあ、今度からあれか、わざわざ文字で達成済みとかって書かなくても、こうやれば問題ないのか。まあ、それはいいとして、とんだ期待外れだったんですけど、いろいろと。お、なんだ？たまたま来ちゃったけど。何あそこ。うわ、なるほど。多分、ゴブリンの、あれだ、スクツだ。逃げよう。あれ、絶対土足で踏み込んじゃいけないところだ。あ、なるほど。こうやって行き、いやー、待て、なんかいるー。あいつら怖えー。こっちから行きまーす。いやもうなんだここ本当に。今までで一番怖い大陸だわここ。何これ本当に。まあでも白樺しか生えてないのはね、すごくいいところですね、ここ。うん。本当にそれだけ。それ以外は何の役にも立たない。帰る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 。あー死んだ。くそ、まあでもここまで戻ってこれたんなら問題ないでしょ。よし。なんかあるな。いや、なんかあるけど、あれだ。モンスターもいるわ。ちょっとあれは無視して、もうとりあえず帰ろう。一回ちょっと第三拠点に戻って、戦況をちょっと立て直しましょう。ちょっと本当にどうしようかな。もう今のままだったら多分絶対勝てないんですよね。とはいえ、なんかいい、めぼしいものとかあるかな。あれなんか追加されてるな。奈落の森とか書いてあるし。これ、あーそっか。キッチンを手に入れた時に、あれか、作れるやつだったのか。他は？あ、同じ奈落があるな。奈落のカミソリ。遥かそこからのナイフ。でも、どうなんだろう。強いのかな、これは。
まあでも、鉄の剣は絶対これレベルアップさせた方がいいですよね。他と見ればね、レベル1だったからね、これは舐めてまた装備でいってたなって思ったのですが。ただね、鉄集めをするにはですね、ここの、なんだっけ、沼はね、もう探索してしまったので、あ、間違えた。で、他に沼があるとしたら、ここなんですよね。ただ、これね、どうしよっかな。大骨がいるところの、ここはね、絶対、やべえやつがいるんで。ただ、これね、何がめんどくさいって、あるんですよ。平原を渡るのがね、とにかくめんどくさいので。どうしよっかな。ちょっと、困ったぞ。わかりました。ちょっと、一回、あれですね、状況を整理して、また決まったら、動画、ちょっと再開しようと思います。はい、というわけで、作戦をちょっと、まとめたので、ちょっと発表したいと思います。状況をまず整理するとですね、この第4拠点から、大骨の位置まで、これ4バイオームを、駆け抜けるわけなんですけれども、この平原バイオームがですね、どうしても駆け抜けるのがめちゃくちゃ大変なんですよね。で、ちょっと、本当にどうしようかな。ちょっと鉄集めしたくても、鉄、もう切れちゃ、そこを尽きちゃったから、また時間かかるかなって思ったんですけど、そういえばなんですけども、ここ、平原にいた、何だったっけな、フューリングっていう生き物、なんかゴブリンみたいな見た目した生き物がいたと思うんですけど、あいつを倒すとなんか、黒い鉄くずみたいなものを落としてたんですよ。もしかしたら、あれを、そのなんだっけ、溶鉱炉に入れて、精錬すれば、もしかしたら、より一層強固な装備が作れるんじゃないかって思ったんですよね。なので、私が今、最も効率よく、あれですね、大骨と戦ういい方法としては、フューリング狩りですね。という結論に至りました。なので、まさかの大骨を攻略する前に平原を、探索するという、なかなか多分他の実況者でもやらないような方法を取るんですけども、まあこういったずるいマップ構成してるんで、まあこういうずるでもいいでしょう。ということで、じゃあ早速ですね、フューリングを狩り尽くしたいと思いますので、というわけで、あれですね、多分大変な作業になると思いますけども、フューリング狩りを、これからやっていきたいと思います。さあ、頑張るぞ。おー、びっくりした。今日風強いな。これ実況できるのかな、果たして。風の音があまりにもうるさすぎたら、これちょっと実況どころじゃなくなるんですけど。